が行われた。そこで今回は開幕戦まで待てない。テスト中失礼します。いらっしゃいます。岡添真紀ちゃんがテスト中の忙しいドライバーたちを直撃。開幕に向け調整が進められている GT マシンはどんな進化を遂げているのか、徹底的に聞き込み調査。昨年以上にこう、まあ、ハイレベルな戦いがホンダとしてはできるのかなとは思ってますね。なんと注目ルーキーが百戦錬磨のベテランを抑えトップタイムをマーク。これは大活躍の予感。さらに GT プラスニューインプレッション、気になる車にロックオン。今回はポルシェ911の DNA に迫ります。おー、いいね。スーパー GT500 クラスに参戦するのはホンダ NSX、 トヨタスープラ、日産 GTR 全15台。新たなシーズンを戦うマシンが一斉に揃うのはこの公式テストが初めてとなる。ただならぬ緊張感と開幕への期待感が漂っていた。なんと聞いてもすごいですよね。体に響く、ただ響くんじゃないです、内側からみなぎって響くような、いや楽しい、エクサイティング、なんか興奮やっぱしますね。そして まずは何といっても GT500 チャンピオンのスタンレー NSX 山本直樹選手に伺ってみたいと思います。去年まではブルーだったんですけど、かなり印象が変わりましたよね。お願いします。お願いします。テスト中すいません、はい、お願いします、はいはい、お願いします。牧野忠介と共に GT500 クラスチャンピオンとなった山本直樹。まずはホンダにチャンピオンをもたらした NSX の仕上がりを聞き込み。テスト始まりました、はい、どうですか実際走ってみて。進化は感じますね。去年、まあ、NSX-GT フロントエンジン車になって、初年度だったので、はい、まだまだ十分な理解度がない中で1年間レースをしていっていたので、昨年以上にこう、まあ、ハイレベルな戦いがホンダとしてはできるのかなとは思ってますね。そう、昨年エンジンの搭載位置を運転席背後からフロントに変更した NSX。 チャンピオンとなったもののシーズンを通して苦しい戦いが続いていた。2年目となりマシンの理解度が高まればセッティングが熟成されていくことになるはず。 NSX としてどこのサーキット相性良さそうですか。まあ、スゴーと、まあ、オートポリス、うん、まあ、岡山も比較的上位にはいることが多いですし、どのサーキットでも十分戦えるパフォーマンスとポテンシャルはあると思うので、すごい楽しみです。山本選手の目力がすごくて。目力ですか。もう目力がすごい本当にすごいんだなってのが伝わってきたんですけど、はい、山本が NSX と相性がいいと語った岡山、仙台スゴー、九州オートポリスは昨年戦うことができなかったサーキット。それが今季は開催予定となっている。これは NSX にとって強い追い風になりそうだ。山本のパートナー牧野忠介は病気の回復が遅れているためテストは不参加。武藤秀樹が代役を務めた。さあ続いては去年
チャンピオン目前の最後の最後で悔しい思いをされたキーパースープラ平川亮選手にお話を伺ってみたいと思います。まあ、そろそろいらっしゃると思うんですけれども、よろしくお願いします。顔色を変えないいつもの平川亮、しかし心の中は昨年のリベンジに燃えている。スープラは昨年デビューイヤーにしてチャンピオン争いを終始リードしていた。しかし土壇場で NSX に敗北してしまったのだ。平川選手が今そのスープラに求める部分があるとしたら、それはどういった点なんですか？まあ、今年はまあ、岡山もですけど、はい、オートポリスとかスゴーも加わってくるので、うん、まあ、その辺ちょっとハイダウンフォースのサーキットで、はい、まあ、ちょっと、まあ、スープラは弱いと思われているので、富士とかでもそのスピードはかなりあった印象なんですけど、またそことは違うってことですか？そうですね、まあ、富士は比較的スープラには合っているので、うん、その辺は問題ないと思うんですけど。長いストレートを持つ富士スピードウェイで強さを見せたスープラ。そう、最大の武器は速いストレートスピードにある。このストレートの速さは空気抵抗が小さいボディが要因。しかしマシンを押さえつける空気の力、ダウンフォースは小さくなってしまう。よってストレートが短い富士以外のサーキットでは強さを発揮できない場面があった。それは今改善できそうですか？昨年よりは良くなっている部分はあるので。エアロパーツが変更できない中でもスープラは弱点を克服しつつあるようだ。平川のパートナーサッシャ・フェネストラズはコロナ禍で日本に入国できていないため、21歳の坂口瀬名が代役を務めた。注目したいのはそのテスト結果。初日、坂口は初めて乗ったマシンでいきなり2番手タイムをマーク。速さを見せつけたのだ。横山は最後トップで終わりたかったんですけど、まあ、でも修正するところもきちんと分かってるんで。なんかプレッシャーとか感じませんか？まあ、ずっとそのプレッシャーの中で今までレースをしてきたので、はい、いつも通りやっていくしかないかなと思います。頼もしい。開幕戦のエントリードライバーはまだ発表されていないが、坂口は大きな戦力になりそうだ。続いては、いらっしゃいました、いらっしゃいました。お久しぶりです。よろしくお願いします。日産モチュール GTR 松田次男。チャンピオン争いではホンダ、トヨタに届かなかった GTR。 果たして今季の仕上がりは。そのスープラに NSX に対して足りなかったものは、足りなかったものって言ったらやっぱり富士でのね、ストレートでね、やっぱりちょっとスープラ勢が早かったんで、まあでもね、それの対策もね、エンジンの対策もしてきてるんで、まあ富士でも速さを見せられたらいいなと思いますけどね。はい、日産 GTR はエンジンのパフォーマンスアップに自信があるようだ。2日間行われた岡山公式テスト、注目の結果は。公式テスト初日の結果ではホンダ、トヨタ勢が上位に連なる形となっています。テストの内容は異なるので一概には言えないんですけれども、この日産勢の結果やっぱりちょっと気にはなりますよね。そんな中目立っていたのがカルソニック GTR。 日産勢の中でトップタイムをマーク。テスト2日目は全体の5番手まで上がってきた。そのステアリングを握っていたのは新加入の松下信春。世界で戦ってきたドライバーだ。今日の朝は結構パフォーマンスやって、今初めてロングランやったんですけど、まあ、結構いい結果だったんでいけると思います。心強いパートナーとタッグを組み GT500 で勝負の2年目を迎える平峰和樹は、僕らの持ってるスタイルをしっかり貫き通せるようにガツガツいきたいと思ってます。ガツガツ、はい、
生きのいい2人がサーキットに旋風を巻き起こしそうだ。そして2日間のテストでトップタイムをマークしたのはなんとルーキーだった。レッドブル NSX 大湯俊樹22歳。大湯はテスト前のインタビューでこう語っていた。自信はあります。すぐに乗りこなせる自信はあるんですけど、ただものではない予感。大湯選手、お忙しいところすみません。お久しぶりです。お願いします。なんかすごい今も生き生きとしてらっしゃるなと思っていて、結構やっぱり順調ですか？まあ、トップの方に言うのもあれなんですけどいや正直さっきの走行まではこの GT500 は難しいなっていうのが正直なところで、ようやく、まあ、体も慣れてきたなっていうところです。早くないですか？大湯が乗るレッドブル NSX はタイヤメーカーを横浜からダンロップへと変更した。新たなタイヤに合わせたマシン作りが課題となるが、開幕に向け順調に進んでいるようだ。ダンロップとしても、まあ、去年は1台という形でやっていて、今年から2台になるので、いろんな情報の共有もできますし、タイヤの開発も今後いろいろと進むスピードは速くなっていくと思います。じゃあもう不安はない？不安はないです。果たして新たなシーズンはどんなドラマが待っているのか。スーパー GT2021 年シーズンの開幕戦は4月10日予選、11日決勝、岡山国際サーキットを予定しています。 GT プラス流インプレッション、気になる車にロックオン。GT プラスが今気になる車をピックアップし、徹底的にインプレッション。今回はスポーツカーの名門ポルシェの最新911カレラ S にロックオン。このポルシェにとって911っていうのはやっぱり特別な存在なんですかね？やっぱね、911はそのポルシェがこう登場して以来、やっぱりこれフラッグシップモデルじゃないですか、はい、これがもうポルシェっていう感じですよね。やっぱりね、もう代表ですよね、うん、うん、代表、はい。さあ、スポーツカーの代名詞と言われる911、ポルシェ911の何がすごいのか、うん、それをじっくり、はい、今回はインプレッションしていきたいと思います、はい、911の伝統はまさにポルシェの歴史。今回でそのなんだろう、この992で8代目なんですよ。で、もうね、そのポルシェ911って見た目でもう誰もがポルシェって分かるじゃないですか、うん、分かります。それがもうやっぱりこれのアイコンなんですよね、はい、かっこいい。また真っ赤なのを持ってくるあたりが ね、いいな。やっぱポルシェと言ったらね、あー美しい、やっぱセクシーですね。 なんかね、うん、色気がやっぱすごいですよ、ね、車から。これは色気か。ちょっとワイドなトレッドで、この辺のリアのフェンダーがモリッとしてる感じも ね、いいですよね。911は1964年に発売されたこの初代モデルから始まった。水平対向6気筒エンジンをリアに積んだ後輪駆動。最新の911もエンジンとそのレイアウトは変わらない。そして基本的なボディラインも8代目になった今でも引き継がれている。インテリア見ますか。でもね、昔から本当何回も僕番組でも乗らせていただきますけど、はい、ポルシェはもう本当に余計なことあんまりしないっていう印象なんですよ、うん、あーかっこいいな、かっこいいね、かっこいいな、うん、ここかっこいいな。そう、センターのメーター、はいはい、これがその回転数、エンジンの回転数を見るタコメーターなんですよ。そうなんですよ。ここスピードメーターでしょ普通だったら。普通はね、うん、これがね、やっぱりでも私が気にするのは回転数ですから、さすがです。
カゴメーターがセンターに位置する5連メーターは初代から続く911の伝統。走ることに集中できるように考えられた洗練されたインテリアも初代から受け継がれている。ちょっとエンジンかけていいですか。かけましょう。この可愛さ、このポルシェサウンドいいっすよね。かっこいいっすね。かっこいい。いやもうシートポジションも完璧だし、うん、エンジンサウンドの聞こえ方といい。確かに。まあ、本当にすごいなと思って。そして1963年ドイツフランクフルトモーターショーで初代911が発表されたのだ。それは2リッター水平対向6筒エンジンをリアに搭載、911伝説の始まりだ。そして1973年に登場した73カレラと呼ばれる名車、カレラ 2.7RS まで進化、モータースポーツ界を席巻していった。そこから8代目となって登場したのがこの911。今回は上級グレードのカレラ S をインプレッションする。初代から続く911独特のボディフォルムは現在になっても変わらず伝統を守り続けている。水平対向6気筒エンジンは3リッターツインターボ、リアエンジン後輪駆動、911の伝統を継承しながらも最良に突き詰めたモデルと言われている。そして今シーズンもスーパー GT300 クラスにポルシェ911は参戦する。さあ横井さん、こちらの911、はい、最新最良の911と言われてますけれども、はい、これ本当ですか。この最新の911がこの伝統を受け継いだもう最高の911だと思いますよ。最新の911、果たして走りは最良なのか。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。果たして走りは最良なのか。なんだろうな、真摯に速いですよ、ね、うん、そう本当そう、総合的に整ってて速い。そう、ただ速いとかじゃなくて、今日ちょっとこの路面がウェットで、はい、まあ
結構スリッピーな路面なんだけど、やっぱしっかりこうサスペンション、このアクティブサスペンションが路面を掴んでる。ちょっとバンピーな路面とかでも車が暴れずに落ち着いて、まあ、ドライバーが自信を持ってコーナリングできますね。電子制御ダンパーシステムは路面状況に合わせて減衰力を調整。ブレーキは軽量で高い制動力を持つセラミックコンポジットブレーキが装備されている。まあ、ブレーキのタッチもね、やっぱりこう初期のこう制動からこうブレーキをリリースするところとかも、はい、やっぱりそのドライバーがこうコントロールしやすいというか、はいはい、パッドの離れる感じとかも、モードをちょっと切り替えます。走行モードは5パターンから選べる。横溝はパフォーマンスを最大限に引き出すスポーツプラスを選択。スポーツプラスにすると、はい、こうギアも1つ下がって、はい、より高回転でこう走る感じとか、はい、このシフトダウンする時のこのフィーリングがこうよりこうレーシングカーのような感じになって、いやこの辺のやっぱ電子制御とかも頭いいっすね。ちょっとこのモデルはもともとその911が持ってるこう運転の楽しさとか、ちょっととんがったところがなんかまたこう蘇ってるというか復活してる感じ。中尾の印象はなんか助手席に乗ってた時の印象とまたちょっと違くて、うん、ちょっと跳ねる感覚あるかなとか思ってたんですよ、はいはいはい、運転したら全く感じないです。怖さが本当にない。とんがってるところあるんだけど怖くないっていう、うんうんうん、不思議だな。街乗りでもいいし、はい、このままサーキットに行っても、はい、乗れちゃうっていうのもまたポルシェのすごいところですよ。そうですね、うん、伝統に裏打ちされた走りの安定感。これ欲しいわ俺。私も欲しいこれでも女性で運転しててもかっこいいじゃん。なんかみんなに愛されるスポーツカーだよね。本当に幅広くカーブのたびにテンションが上がる。そうなんだ。ドライバーに喜びを与えるスポーツカーの王道、それがポルシェ911の伝統だ。めっちゃ楽しかった。楽しかった、楽しかった。欲しいな。本当に楽しかった。欲しいな。最新のね、この911じゃなくても、はい、911ってこれまでのね、いろんなモデルがあるんで、うん、まあそういうのをね、トライしてみるのもいいんじゃないですか。いや本当もういつかは私ポルシェ買います。おー、出ました。買います。頑張ろう。自動運転が驚きの進化を遂げた。 GT プラスニュース。ホンダが新型レジェンドを発売。運転支援システムホンダセンシングエリートは自動運転レベル3に世界で初めて対応し、車に運転を委ねられる操作が増えました。例えば遅い先行車を検知した場合、ステアリングを握らなくても自動でウインカー操作、車線の変更、追い越し、車線復帰が行われます。また渋滞時には自動で車間距離を保ち、走行、停車、再発進が行われます。ドライバーはステアリングから手を離し、テレビを見ることまで可能となります。スーパーカー頂上決戦、大変動の予感。